鳥居徳次郎は、京都で盲学校教育の充実に尽くした後、京都及び全国の盲人組織の立ち上げ、充実のために働いた人物である。鳥居徳次郎は、1894年8月12日、京都府与佐郡三河内村で生まれた。ちりめを作る、企業地で、鳥居は、そこの旧家で、父は後に、京都府議会議員を務めた家柄であった。 トリートクジロは4歳で失明したが、父親は健常児と同等に扱い、しつけにも厳しかったが、見聞を広げるように芝居や、相撲、博物館などにも連れて行ったという。1905年に入学した京都市立毛アインでは、工学心を燃やして勉強し、多くの書物に触れて、知識を寛容し、YMCA に通って、英語も学んだ。 東京盲学校では、ロシアからのエロシェンコと、韓国からの総土カウジョの二人の留学生との交流で知識を得、新旧、アンマ術の学習をした。さらに新宿中村やサロンでの交流を通じて、知識と語学力を得た。1916年に、和解教の布教に来日したアグネス・アレクサンダーとの出会いは、人間形成、世界観に大きな影響を与えた。 神も宗教も人類も一つ、人種差別や偏見を廃止、男女平等、宗教と科学の調和、国際交流を進める、教育の普及、そのためのエスペラントという考えに夢中になった。三重盲藍の教員時代、盲目は、不自由なれど盲目は不幸にあらずとしみじみ思うと、盲人であっても、前向きに生きることを歌い上げた。京都府立盲学校では、 理療科教育の推進役として腕を振るい普通大学に進学する人材を育成するため普通科専攻科を設置した。1948年に日本盲人会連合の副会長になる。また同じ1948年には京都府盲人協会を結成してその初代会長に就任した。1954年に日本盲人会連合の会長をしていた。 岩橋武雄が死去したので、その公認として会長に選ばれた。また、同年、世界盲人福祉協議会の理事になった。1956年に、京都府立盲学校副校長を退職する。1959年に、日本盲人福祉委員会の理事長に就く。1961年には、京都ライトハウスを創設し、常務理事、官庁に就く。 1966年に京都ライトハウスの理事長に就任した。1954年にヘレン・ケラー賞を受賞した。1957年に京都新聞文化賞と日本エスペラント学会の賞を受賞した。1965年に朝日新聞社会報賞を受賞した。1970年9月11日に定員性肺がんのために死去。 去年76。没後の1981年、鳥居の13回帰を記念して、盲人福祉、教育、文化工場への貢献者の表彰と、その活動の支援、盲人福祉に関する社会の関心と理解を深めることを目的として、小鳥居徳次郎先生遺徳健商会の主催による鳥居賞が創設された。ありがとうございます。